皆さんこんにちは。いやー、またまた日本人がすごいことになりましたね。こちらサッカーのですね、日本代表のね、この阿部選手なんですが、ね、このスペインの名門バルセロナにね、正式入団が決まったということでね、こちらね、ちょっと詳細言いますとね、現地時間7月15日、バルセロナは獲得が内定していた、ね、鹿島アントラーズの日本代表阿部選手をね、正式に移籍を発表したということでね、いやすごいですねこれね。でバルセロナのね、公式サイトによれば、契約は4年で、移籍金は110万ユーロ、約ですね1億3500万円とのことですねこれね。で最初当面はですね、これね、バルセロナ B のね、所属して、バルセロナ B に所属して、約ね、4000万ユーロ、これ在籍費はね、50億円で、トップチームにね、昇格した場合は、1億ユーロ、125億円ですね、の契約解除金がつくことが発表したということですね。すごいですね、これね、契約解除金。いやー、大物ですね、ほんとね。これ、現在ですね、20歳の阿部選手は、2017年に、瀬戸内高校からね、鹿島に入団して、4月にですね、トップチーム、ね、入りまして、アジアチャンピオンズリーグ制覇にね、貢献したということですね。でね、こう今も忘れられないこのね、クラブワールドカップにも参戦してですね、見事ですね、メキシコの王者、グアダラハラとの、ね、一戦ではですね、圧巻のミドルシュート、あれはすごかったですね。あれでですね、このバルセロナ行きがね、決まったとも言われておりますね。はい、そんな阿部についてですね、バルサ公式サイトはですね、日本サッカー界を担うですね、選手だと期待を寄せてるみたいですね。いや、これ相当なもんですよ、これ。まあ、それでですね、これ2020年のね、私は楽しみだなと思うのは、これ東京オリンピックで代表の一員となることがね、有力視されてるのでね、阿部選手。まあ、日本サッカー界をね、牽引する存在になろうということでね、まあ、大きく期待されているということですね。クラブはですね、強化担当グループは以前からね、その動きを追っていたということでね、まあ、サイドバック、プレーすることができるが、左サイドでね、プレーすることが多く、インサイドでもプレーできる、まあ、いろんなところね、これプレーできるということですね、これね。まあ、必ずやですね、バルサの関係者は言ってるんですが、まあ、バルサでプレーに磨きをかけてチャンスを手に入れることになるだろうというね、もう太鼓判をしてるみたいです。いや、すごいですねこれ、日本人がね、続々と、まあ、この前久保選手がね、レアルに入りましたけど、レアルマドリードにね、今度は阿部選手がですね、バルサに正式にね、入団が決まったということで、これはもう素晴らしいです。まあ、私がね、これ楽しみなのはですね、このね、日本人対決ですよ。レアル対ね、バルセロナ、阿部対ね、久保の 対決、これが楽しみですね。日本人対決ですよ。いやね、もう日本人はね、どんどんね、まあ、ヨーロッパの名門に行ってますんでね、これね、後にどんどん続いてですね、まあ、日本代表の底上げにもなりますしね、まあ、皆さんね、目が離せないと思うんですが、ぜひね、私も日本代表のね、サポーターとしてね、この阿部選手、そしてね、久保選手、この2人にね、期待を寄せております。もう楽しみですね。はい、そこからですね、サッカーのね、最新情報、ためになる情報をね、発信していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。